ニュースなラジオ皆さんこんばんは新聞渦見日の矢野博ですこんばんは北口朝菜ですこんばんはアナウンサーの福本慎吾ですよろしくお願いしますよろしくお願い,いたします,いしますさてロシア軍のウクライナへの攻撃がエスカレートしており核の脅威もかつてないほど高まっています、はい、そんな中ニュースなラジオが今日が最終回ですが伝えるべきニュースをきちんと伝えて 終わりたいと思います、はい、さて番組宛にですねおはがきが届いてました、はい、ありがとうございます兵庫県の西宮にお住まいの K さんからですが、はい、どうもこの方この番組が嫌いな方なようですはい、はいはいえー。こういう文面なんですが憲法改正したい保守系のリスナーもしっかりこの番組を聞いていたことを知ってくださいニュースなラジオは 忌々しいラジオでしたがなくなるとなると惜しいものですお疲れ様でしたああ<ー>、ありがとうございますなんか嬉しくなりますねそうですね <laughs> こういろんな思いを持った方に聞いていただいてたんだと思うと、うん、ますますね最終回もしっかりやらなければと思いますねはい。さあ最終回の今日はロシアのウクライナ侵攻についてジャーナリストのハンナシゲルさんにお話を伺いしますまた皆さんからのメッセージお待ちしています ニュースに関するご意見、番組への感想など何でも結構です。こちらまでお寄せください。ファックスは大阪零六六八零九九零九零。メールは今アットマーク m b s 一一七九ドットコム i m a アットマーク m b s 一一七九ドットシオエムです。 採用された方には番組特製のメモ帳をお送りします。ニュースなラジオ最終回、今日も午後9時までお付き合いください。それでは、ここまでに入っているロシア軍侵攻のニュースを伝えてもらいます。キャスターの福本さんお願いします。はい、お伝えします。ロシア軍によるウクライナへの侵攻が始まって11日が経ちました。 ロシア軍はウクライナ東部の核燃料がある研究所を砲撃するなど攻勢を強めていますウクライナの治安当局によりますとロシア軍から砲撃を受けたのは東部ハリコフの物理技術研究所です現地のメディアによりますと施設には研究用の核燃料があるということですが詳しい被害の状況は明らかになっていませんロシア軍はこれまでにキエフ北方のチェルノブイリ原発や ウクライナ南東部にあるヨーロッパ最大規模のザポロロジエ原発を制圧していますロシアの複数のメディアは情報筋の話としてウクライナ側がチェルノブイリ原発で放射性物質を撒き散らすいわゆる汚い爆弾を製造しようとしていたなどと一斉に報じていて原発を制圧した動きを正当化する狙いもあるとみられます市民の被害も続いていてます。 首都キエフ近郊のイルピンでは6日、ロシア軍による砲撃が続き AP 通信によりますと子どもを含む8人が死亡したということです国連人権高等弁務官事務所はロシアが侵攻して以降ウクライナで市民351人が死亡したと発表していますウクライナから国外へ避難した人たちの数は150万人を超え隣国のポーランドでは 避難民は90万人近くに迫っていいると言いますこうした中、ロシア国防省は首都キエフや南東部のマリウポリなどで日本時間のきょう午後4時に市民を避難させるための人道回廊を設けそれらの地域では一時停戦すると発表しましたが避難が実現するかどうかは不透明です。また ウクライナとロシアは今日にも3回目の停戦交渉を行う見通しですがロシアのプーチン大統領はウクライナ側との交渉をめぐり譲歩しない姿勢を改めて強調していますロシア大統領府によりますとプーチン大統領は6日トルコのエルドアン大統領との電話会談でウクライナでの軍事作戦が計画通りに進んでいると強調し軍事行動を止めるのは ウクライナ側が戦闘行為をやめ、ロシアの要求に従う場合に限られると強硬姿勢を示しました。プーチン大統領はフランスのマクロン大統領とも電話会談を行いました。マクロン大統領が原発を攻撃しないよう求めたのに対し、プーチン大統領は攻撃を受けたザポロジエ原発について、ウクライナ側の過激派による挑発行為だと主張しました。 一方、ロシア各地ではウクライナへの侵攻に反対するデモが連日行われていてロシアの人権団体によりますと6日のデモに参加した4900人以上が拘束されましたプーチン政権はこうしたデモを厳しく取り締まる姿勢を示していて先月24日に侵攻が始まって以降反戦デモに参加し拘束された人は1万3000人を超えたということです 日本の対応ですが、今日の参議院予算委員会ではロシアへの追加措置についても話し合われました。岸田総理は、欧米諸国が実施している自国の領空でのロシア機の飛行禁止措置については日本で行うか明言しませんでしたが、ロシアへの追加制裁について可能性はまだいくつもあるとの考えを示しました。アメリカのブリンケン国務長官は、 同盟国と協調してロシア産の原油の輸入禁止を検討していると明らかにしていますが岸田総理はエネルギーの安定供給は最大限守るべき国益であるという考え方に基づいて判断すると述べました一方、中国の王毅国務委員兼外相はきょう北京で記者会見しロシアのウクライナ侵攻について 中国は必要な時期に国際社会とともに必要な仲裁を行いたいと強調しました王氏はその一方で原因は複雑であり火に油を注いで対立を激化させてはならないとも述べロシアを含む当事国の安全保障上の懸念に配慮し対話で問題解決すべきと訴えました。また中国とロシアの関係にについいては互いに 最重要の緊密な隣国であり戦略的パートナーだと述べました以上ニュースをお伝えしましたロシアがウクライナに侵攻してから11日民間人の犠牲も増え続けていますプーチン大統領は核兵器を使用する可能性も示しながら攻撃を続けています、はい、今日は 元東京新聞論説委員で、防衛ジャーナリストの半田茂さんに。ロシアのウクライナ侵攻、特に核の問題について、お話を伺います。半田さん。はい、こんばんは。半田ですこんばんは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。半田さんは、防衛とか、軍事の問題を、この三十年以上も、続けてこられています。 今回のロシアのウクライナ侵攻をどのように捉えてますかこれは一つはプー、ねはい、チン大統領があの2010年の軍事ドクトリンの中であの NATO の、まあうん、北大西洋条約機構ですね、はい、これの東方拡大が、まあ、ロシアの安全保障にとって脅威だっていうふうに掲げてこれはもうずっと繰り返し NATO に東方を拡大しないい呼びかけけててきていたわけですね、うん、あの本来であればあの冷戦が終わったあ1991年これソ連の崩壊ですけれども、うんまあ、そこであのソ連の脅威に対抗するっていう意味で作られたあ NATO の役割は終わったわけですが、うんまあ、実際にはあの えー、かつてのソ連についていた東ヨーロッパが NATO に入ったり、はい、あるいはロシアの一部だったあのバルト三国が入ったりして、うん、で今やあの NATO のロシアにとっての西側の端っこというのはウクライナになってたわけですよね。はい、ですからこのウクライナがなんとか NATO に入らないようにということで、えー、ずっとまあ求めてきたのが。 どうもゼレンスキー大統領になってから、うん、むしろ NATO 加盟が加速しそうだと、うん、これ軍事力で止めなきゃいかんというそんなところになったんだというふうに思います、はい、この侵攻の中で,です、ね、一番私は気になっているのがプーチン大統領の演説なんですがあの、はい、ロシアはソ連が崩壊した後も最強の核保有国の一つだと。ロシアへの直接攻撃は 敗北と壊滅的な結果をもたらすというふうにある意味脅しですよね。これは、半田さん、あの核を使う可能性を示していると受け止めていいんでしょうか。うん、まあ、これは核を使うぞと脅していることを言ってるわけですよね。で、あの、実際に、あの、今おっしゃった、あの。核、最強の核保有国だっていうことを言ったのは、あの。 ウクライナに侵攻した2月24日の日の国民向けの演説の中ですよね。はい、でこの前にですね24日の5日前に2月19日に、うん、あのロシアは大々的な戦略抑止演習っていうのをやってるんですよ。うん、でこの中であの大陸間弾道ミサイルとか潜水艦発射型のミサイルとか。 いわゆる長射程のを戦略核をあの実際に演習場に打ち込んで,でそれだけじゃなくてです、ね、あの戦術核と言われている地上発射型の小型核とか艦艇、はい、から撃つ核を今度はクリミア半島に打ち込んでるんですよね。ここれははどういううういいととかというと、まあ、つまり戦略核っていうのはあ アメリカにも届くぞということだし、うん、あるいは戦術核というのは、これはあウクライナの本土にも届くぞと、はい、つまり、えー、ロシアに介入してくれば、アメリカを核で攻撃するし、うんえー、NATO がもしウクライナに進軍してくればあーな、ウクライナを核で攻撃するぞというふうに脅してるわけですよ。うん、でこういった 演習を見せつけているからこそこの24日の演説が、うん、あ脅しとして生きてくるということなんですよね脅しなわけですね、これね。 最強の,この核保有国という意味なんですけれども今、ロシアの核保有の現状というのはどうなってますか、はい、ええーあのー、確かにねあの、プーチン大統領言う通りで、うん、今あ、ロシアが持っている核爆弾核弾頭の数が6255発ということで第2位がアメリカなんですよね、はい、2> で第2位がアメリカで5550発とあ<ー>であの。世界のの核弾頭ってのというはあ フランスとかイギリスとか、うん、あとまあパキスタンやインドなどが持ってますけども、はい、全部合わせても1万3000発程度なんですよ。<ー>で6255というのはほぼ半分をロシアが持っているだからあの最強の核保有国であるというのは間違いではないと思います半田さん先ほど脅しという言葉を使われていましたがラジオネーム虎丸さんから。 プーチン大統領は核を使う気はあるんでしょうかという質問が来ています。実際に使うという可能性どのように見ていますか。うん、あのつまりですね、今回あの核を使うぞと脅すことはやってるんですけれども、はいはい、これによってあのアメリカが直接まあウクライナに派兵をしないとかですね、あるいは NATO がゼレンスキー大統領が求めるように。 ウクライナ上空を飛行禁止区域に指定をしないと、うん、まあつまり直接アメリカを含む NATO がウクライナに派兵をしないあるいはそのロシア本国に攻め込まないという限りは核は使わない、まあ、そういうことを言っているのだと思います。さんその あの私たち,ちょっと素人なんですけれどもこれ戦略核とです、ね、戦術核、はい、先ほどもおっしゃっていただきましたがこれ戦術核というのは射程の短いも、えー、局地的な戦闘で使う核というふうに考えていいんですかあ、いのいいと思います。はい、ただあのこれ定義ができたのがものすごく古くて、うん、1980年頃なんですよ当時としてみれば今ほどあの軍事技術が進んでいなかったんですよね。うん で戦略と戦術とどこで分けてるかっていうと、はい、そのミサイルに乗せて飛ばす距離が500キロ以上が、うん、あの戦略核で,、はい、でそれ以下が戦術核というふうに当時分けてたんですね。は<ー>でもあの今は軍事技術がすごく進んだので、はい、あのかなりあの破壊力の大きな核兵器でも小さくして、うん、ICBM に乗せることができるようになりましたので。うん まあ何て言うんでしょうどちらかというと戦略核っていうのはより破壊力が大きいもの、はい、で戦術核っていうのはそれよりは小さくて、うん、え戦略核ほど飛距離がないもの、うん、まあそんなふうに分けて考えればいいと思うんですね、うん、なるほどしかし戦略とえ戦略核と比べて小さいとはいえこの戦術核核を使うということは非常に危険なことですよねこれもちろんそうなんですよね,ねあのあね世界で唯一の戦争被爆 国が日本ですけれども、はいうん、の広島に落とされたあのウラン型の原爆っていうのは、15キロトンっていうふうに言われてるんですよね、はい、で長崎があのプルトニウム型で21キロトンというふうに言われてるんですけれども、はいうん、今、アメリカやロシアが持っているいわゆる小型核と言われてるのは、たい100キロトンぐらいあるんですよ。うん、桁が違いますねそれ 全然違うんですよ、はあ、で、広島と長崎のだいたい5倍から7倍ぐらいの破壊力があるのが小型核でありそれが戦術核なんですよね小型核でも広島や長崎よりも圧倒的に大きいわけですねうそうですねだいたい5倍ぐらいの威力があると考えていいと思うんですよねで、戦略核になるとロシアが持ってる一番強い戦略核は5万キロトンなんですよ5万キロはあ。5万キロですよ あのさっきは二桁でしたね。<laughs> そうですね。広島で十五キロでしょう。でロシアで持ってる地爆原は五万キロですから、これはあの都市が破壊されるなんてレベルじゃなくて、国全体が壊されちゃうわけですよね。うん、地球規模で見ても<の>かなり影響が出てきそうですよね,ね。そうですよね。うん。うんそれとね、あとあの広島と長崎に原爆が落ちた当時と今は違っていて、うん、今そのあらゆるものに 電子機器が入ってますよね。はい,は,いはい。で、これは核が仮にですよ。うん、上空でものすごく小さな核爆発を起こしたとしても。うん、電磁機器が全部壊れちゃうわけですよ。は<ー>ということは、あの自動車も走らなくなるし、うん、あの皆さんのスマホも使えなくなるし。うん、飛んでる飛行機落ちてしまうんですね。うん、だから、その核の使い方っていうのは、本来の破壊力だけじゃなくて。うんうん、その、いわゆる。えー 現代社会を壊すだけというためのまあインフラはある程度残して、うん、そして生活が立ち行かなくなるようにすることはとても簡単だってことなんです。うん、はあ、それは知らなかったですね。機器がもうすべて使えなくなってしまうわけですね。うん、そう、ねえー、それプラスその放射性物質が大量に出ますよね。まあそうなんですよね。うん まあそれはねあの日本があの東日本大震災の福島第一原発で経験しましま、はい、だからあの放射線が広がることによって人が住めなくなるというような地域も出てくるしそれは破壊力が大きな核兵器であるほど住めない地域が広がっていくってことうこですね、はいうん、じゃあその核が使われないようにするために私たちこの国際社会は何ができるんでしょうか。 えー、そこは難しいですね。これ。うんうん、ま,まあ、今その、なんアメリカをはじめとするなとうがね。はい、ウクライナに軍を派遣していないっていうのは。その核保有国同士が戦争したら、地球が終わってしまうからなんですよね。うんうんまあ、本当にあの、ウクライナの国民は歯がゆいし。うん、まあ、自力で抵抗するしかないのかっていうふうに、こう、悔しい思いでいると思うんですけれど。うん でもウクライナに核保有国のアメリカなんかが参戦していくとこれ地球の終わりを早めてしまうそういうことですよね。うんだからこの何をすればいいのかって考えると、うん、あの核をななくすしかないんでも実際にあのロシアもアメリカもみんなあの、うん、核不拡散条約 NPT に加盟していて。うんはい 核軍縮が責務とされるんですけれど実際には、うん、あほとんどの国が守ってないわけですよ非核兵器保有国っていうのは、うん、あ核を持っていいよっていうふうに NPT で決められたアメリカ、うん、ロシア中国そしてフランスイギリス以外は全部非核兵器保有国なんですけれども、うんうん、そういった国々はあ核兵器保有国が真面目に軍縮に取り込まないことに腹を立てて。うん まあ、去年あの核兵器禁止条約を発効させたわけですよね。でその別のルートであの核兵器をな,なくしていく国際世論を高めていこうという話し合いが、うん、まさに始まろうという矢先にこのウクライナ侵攻が起きてしまったということなんですよ。なるほど核兵器の、ね、禁止条約、うん、日本は批准をしてないですよねこれ。 ねえもちろんあの、批准もしてないし、うん、岸田首相はこれにあのオブザーバー参加する気はないかという野党の問いかけに対しては、うん、まあ参加しないというようなことをおっっしゃって神、ね、田さん、もう一つね私気になっているのが、はい、このロシアがですねこのウクライナに侵攻したときにまずチェルノブイリ原発を抑えましたよね。えー、そしてて、はいまあ、ヨーロッパ最大のの原発と言われているこの えー、ザポロジエ原発も抑えた、うん、でそれを抑えるときに、えー、その火花が映像で飛んでたように思うんですが、えー、これ狙いはまず何なんでしょう、あのーえっとね、チェルノブイリはもう石炭、あのー、化して、あのう、ー、停止してますけれど、はいあのー、ザポロジエとか、あと他の原発も今、占、あのーあのー、領しようとしてますよね。うんはい でこの一つの狙いは、ですね、ウクライナという国は、うん、あの原発による発電で65%の電気を賄っているんですよ、うんで。で、それを抑えるってことは、うん、要するに、えー、今、まだあのウクライナ国内で、えー、使えている電気を使えないようにするというのが一つの狙い。もう一つはですね、はい、その、 場合によってはそのお、まあ、核兵器を、ね、使うと核で報復される恐れがありますけれども、うん、でも、あのー、核を使わないでこの原子力発電所のいわゆる非常,非,常非常用の電源まで含めて破壊してしまえば、うん、これメルトダウンするわけです。よよねつまりあの我が国はあの今言ってるように、ね、あの核 原発に対してウクライナ軍がまあ攻撃を仕掛けてるんだっていうのはまるで逆のこと言ってますよね。うん、ということはそのお要するにウクライナ軍がやったんだと言って、うん、え実際にはあそのウクライナの原発を破壊をしてそして場合によっちゃあもうこれによってゼレンスキー政権がこれ以上の抵抗をすると国が。 あ放射線で汚染されてしまうからやめようと、まあ、そういったところに追い込むつもりがあるのかなというふうには思います。うーんこれこのままその選挙するということで、もしなか不足の事態というのは考えられませんか？あのありえますよね。<ー>そのうんつまりあの軍人ですからね今いる人たちが、はい、それで実際に。 本当に技術者ウクライナの技術者がねちゃんとあの仕事に就けているかどうかってことも分かりませんし、うんえー、その何、うん、言ううんでしょう全くハンドリングできずにですね、うん、あの故意にじゃなくて意図しないうちにその原発を壊してしまってひ、うんえー、いては放射性物質を外に漏らしてしまうというようなことがないとは言い切れないですよね。うんうん 戦時の時にやっぱりこう原発が少しねこう危険な狙われる対象になってくると思うとちょっと怖いですよね。え、うん、ラジオねでラジオネームやっちゃんさんからはアメリカと核共有について議論をという声が一部の国会議員から出ていますが危機の時こそ冷静に考えることが重要なのではないでしょうかと来ています。え、うん、安倍元総理が核共有の議論をタブー視してはならないというふうに述べています。ただ岸田総理は 非核三原則を堅持しているから認めら,れ認められないと国会で答弁していますが、うん、半田さん、核共有というのは、はい、これはどういったことを指すんでしょうかあ、えーっとね、これはあのアメリカの核兵器を、うん、あー NATO のうちの、まあ、5か国、あのドイツ、イタリア、ベルギー、オランダ、トルコ、この5か国が、うん、あ借りて置いてあるわけですよ。 小型核が置かれてるんですね、うんまあ、このことをまあ核共有というふうに言ってるんですが、はい、でもあのこの核を使う時にはアメリカの許可が必要だということで置いていてるる国が自由に使えるわけでもこれねあの問題があって、はいうん、この核共有が始まった時代っていうのはこれ冷戦の初期の頃なんですよね。うんうん でソ連に対抗するそういった狙いで、まあ、自国にも核を置いておきたいということで、まあ、アメリカと今、置いている国々が、まあ、意見が一致したわけなんですけれどもでも、その後にあのにさっきお,しあのお話した、うん、あの核拡散防止条約の NPT がスタートするわけですよ。NPT はさっき申し上げたアメリカ、中国、ロシアイギリス、フランス以外の国が核を持つことを認めていないんですよね。うん でも,ドイ,ツもフランドイツもイタリアもおオランダなど全部あの核共有している国っいうのは NPT に入っているわけですから、うん、あこれは NPT のまあ脱法行為なんですよね、うん、ただ NPT の方がまが立ち上がったのがふ後なもんですから、うんうん、でそして議論しているときにこの5か国とも NPT に自国はアメリカの核を置いているんだってことを言わなかったんですよね。うんうん でしかもそのこの各国においてるアメリカの核ってものすごく古い核で、うん、あの戦闘機に乗せて、うんえー、発射しないと使えないというやつで、はい、あのミサイル型じゃないんですよ。うんうん、ということはあの例えば。うんあ この核共有している国がどっかの国と戦争することになって、じゃあ、戦闘機に乗せて核を落としに行こうか、アメリカも許可したと言っても、相手の国の制空権がちゃんと確保されていた場合には、途中で撃ち落とされてしまうんですよね、うん。それは意味がないですねしかもあの あのイタリアもドイツも、うんまあ、アメリカとの間で日本と同じような安全保障条約がありますから、うんはい、実際には彼らもアメリカの核の傘の下にいるわけで、うん、あの何も自国に、えー、別立てであの小さな古い核を置いとておく意味というのは半田さん、この土日5日、6日に行われた JNN の世論調査によりますと。 アメリカの核兵器を自国の領土内に配備して共同運用する核共有について日本も核共有に向けて議論するべきが18%核共有はするべきではないが議論はするべきが60%そして核共有の議論はするべきではないが18%という結果でしたこれ日本で議論する意味というのはどういうふうに考えたらいいでしょうか。 あのー、これはは意味はないいと思いますね、はい、あの今申し上げたように、はいあのー、結局この核を使う時にはアメリカの強化が必要ですから日本が使いたいと言ってもアメリカがダメだとアメリカの国益にならないっていうことになればあ結局は使えないわけですよね。うでえー、そうういいった使う使わない以前の話として まず、そのわが国が核を共有しようとすると、先ほど申し上げた NPT に違反してしまうわけですよね。NPT に入っていながら核を開発して、事実上核保有をしているというふうに言われている北朝鮮、はい、北朝鮮はこの NPT に違反をしたということで、激しい、厳しい経済制裁を受けて苦しんでいるわけですよね。それととと同じにに日本が会うことになると、うんうん そして、あのー、非核三原則で、まあ、要するに作らず持たず持ち込ませず、まあ、これが理由で日本は核共有ができないというのは岸田首相の国会答弁ですけれども、うんはい、もう一つ重要なのは我が国はあの原子力基本法というのがあって、うん、で核の平和利用というのはこれ法律で定めているんですよ。うん、まあそう考えていくと NPT という国際条約で、うん、原子力基本法という国内法 うん、そして何より非核三原則という国税、うん、この3つのハードルを乗り越えないと核共有ができないということになるし仮にこれ乗り越えたとしても先ほど来申し上げてるように結局アメリカの許可が必要だったりそれにアメリカにとって不都合だというような時には全く使えないわけで。 で今のままで、まあ、十分というのは語弊がありますけど、うん、今の日米安保条約の下で核の差に入っているという政府見解がありますから、うん、まあそれでもう十分話は完結しているのではないかというふうに思います、うん、なるほど花さん。一方でですねそのウクライナは、はい 核を放棄したためにロシアに攻め込まれたという意見があります、まあ、あの旧ソ連から独立するまでこのウクライナというのは世界で三番目の核兵器を保有していたしかし九十四年にまあ独立やまあ安全保障を保障するという制約をアメリカとか当時のロシアですねそれと結んで核を保有をやめたということ なんですけれども、これはどう考えればいいですか？はい、あのー、これはでもウクライナにとってもこれはお荷物になるんですよね。うんえー、つまりね、あのー、核兵器っていうのは持ってるだけでコストがかかるし、はいはい、それに実際にあのー、核があるっていうことによるデメリットっていうのも考えなきゃいけないですよね。うん、あの例えばあのー、ね世論調査で核共有も議論すべきっていう方がいましたけど。 じゃあ,あそういう方にお聞きしたいんですけど、うん、今、原発を再稼働するあれだけでも大変なあの世論の反対が出てくるわけですよね。はいうん、でこの核共有した場合のアメリカの核兵器を一体、日本の都道府県のどこが引き取るんだって話は必ず出ますよね。うん、はい でそれと同じでウクライナでもこれ持っていても結局、老朽化しているで維持・管理するだけで年に大変なお金がかかる、うん、でこの際、えー、もう核はいいじゃないかということで、うんまあ、やめたわけですよ。うん でもあのだから攻め込まれたってことじゃないんですよね。で,ねで攻め込まれるんだったらもっと早く攻め込まれなきゃいけないわけです。うんでこの攻め込まれてるのはあくまでもその NATO の東方拡大でそれに対してロシアがやめてくれってことをずっと言い続けたにもかかわらず。 ロシアの国力が弱まった足元を見て、どん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 ロシア側へ NATO を拡大していった、まあ、それがまあ侵略、今回のウクライナ侵攻のまあ大きな原因の一つなんですよね。なるほど うん、だからあの核放棄とおウクライナ侵攻の間にはこれあのタイムラグと理由の違いがあるから、うん、これは違うということが言えると思います。ラジオネームノンストップゲームさんからは、私はプーチン大統領が本気でウクライナを占領する意図があるなら、戦後処理も考えて核兵器は使わないと思っています。ただいずれにしても核抑止力って何だったのでしょうか。うん、と来ていますが、うん先ほどのお話からするとそんなに、はい。 まあ意味はないと言ってしまっていいのか分からないんですけれども、うん、まあデメリットの部分もあるということそうなんですよね、あの核の抑止力があるというのはね、はい、核兵器保有国同士にしか成立しない話なんですよね、これ、あの核拡張破壊というふうに、えー、軍事的に言うんですけども。 要するに核兵器を持っている国同士が戦争すると最後は核の打ち合いになって必ず両国が共倒れになると、うん、だ,だったらあの戦争するのやめようねっていうそういう話なんですよね。うん、であのだったらじゃあ世界190カ国全部核持てばいいだろうってことになるとあの一体じゃあまともな指導者がどれほどそれぞれの国にいるんだってことになりますから。うんうん 結局核の不足の事態の使用っても確率がずっとずっと上がってしまうと、うん、まあそれを恐れて世界はもうこの際もうすでに持った5か国だけで止めとこうやってることで NPT ができたわけですよ。うん、そう考えてるとその核抑止力っていうのはある程度今でも核兵器保有国の間では。あ でできてるので、まあ、北朝鮮なんかはアメリカから核で脅されないための抑止力だということを言って、まあ、核と核ミサイル開発を進めてますからそういった考えは生きてはいるんだけれども、はいうん、だけれども核兵器を保有国と 核を持たない国同士の戦いというのは、うん、まあ今回のような話になりかねないかなという気はします。うん、だからといって、じゃあ、ウクライナは核持ってればよかったのかということになりますよね、うん、それはいや、そうではないと思いますね、うん、あこれはむしろ、うん、もともと戦争になる前に、はい、お互いが何を求めて、何をしてほしくないか、何をしてほしいかということをよく話し合うべき機会が必要だったはずなんですよ。なるほど そのチャンスはもうずっとあったんだけれども、うん、それがあうまくいかなかったということも言えるかなと思います、うんうん。なるほどね、話し合うチャンスをこうお互いがもう見失ってしまったわけですね。ハンダさん、ね、ありがとうございました。はいはい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。元東京新聞論説委員でジャーナリストのハンダシゲルさんにお話を伺いました。続いてはこのコーナー。 10分で「今」を解説。 今日の担当は上田孝之アナウンサーです。はい、こんばんは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は沖縄の基地問題についてということにさせていただきました。取材に行ってきたんやね。そうなんですね。一泊二日で先週行ってきたんですけど、まあ楽しい思いもね、できる沖縄ですからね。まあちょっと今回はスケジュールがかなりタイトにしてしまったんで、ドタバタしておりましたけれども、名護市辺野古の米軍基地の建設現場一体どういうふうになっているのかというのを見てこようということで、まあ。 返還する予定の普天間飛行場の代替施設建設の問題ということにはなるんですけれどもまあ今年ね沖縄が本土復帰50年と。 いうことと、そ,ね、それからあの沖縄の方に聞くとですね、やっぱり琉球処分で日本になってから百五十年っていうふうにおっしゃる方もいるんですよ。琉球処分が出てくるか、それもぜひですね、あの心に留めておいてくださいと言われましたので、ちょっとご紹介しましたが、その区切りの年なんですよね、はい。沖縄行ってみたんですけど、道が変わっててですね、<laughs> 運転するのもですね、いっぱいこうバイパスができたりとか、<laughs> ね、はい、あの非常に道路がこう充実している感じがあるんですよね。うん、で、あのまずですね、あの普天間飛行場を見にですね、かかずたか公園に行ったんです。 ですけども、はい、普天間飛行場も基地の飛行場の,この東側が少し道路1本分だけ変換になっているんですよね、<ー>そこに県道ですか新しい道路が南北に走っていて、はいはい、そこはね<ー>スムーズに基地の東側を南から北へ、北から南へ行き来できるようになっているんですけども、うんまあ、細い一部変換っていうね、<laughs> それが平成29年って書いてありましたかね、<ー>それも僕、ちょっと知らなかったので、あそういうことがあったんだなというふうに改めて気づいたりしましたね。 はいえー、それで、かかずか大公園という、ね、普天間飛行場がよく見えるテレビとか。 新聞とかみんなこうそこから撮影するところですけども、沖縄線の激戦地なんですからね。たくさんの方亡くなってます。はい、ガマがあったりするんですけれども、その高台から見る景色もあまりまあ変わらないというか、遠くにオスプレイが見えるという感じで、ただそのずっとですね、カメラを向けてですね、あの調査をされてる方がいて、ずっと飛行記録をつけてるらしいんですよね。なので市民の方なのか一般の方だと思うんですけれども、そういうことをされている方もいらっしゃいます。 ましたね。で、たまたま飛行機の訓練の数というのはそんなに多くなかったんですけれども。うん、まあまああの車両が多くて、こう軍の関係の車両が高速道路とかでよくすれ違ったり、<ー>こう並走することがあったりとかですね。<ー>非常に多くてまだ大きいんですよ。今のちょっとね。こうすれ違うとね。怖いなっていう気はありましたね。あと、あの取材中もこうキャンプシャープの方からやっぱひっきりなしにこう。銃声が。 あ聞こえてくるという訓練場の方ですかねやっぱり実弾でやってますよという話はよく聞かれて、うん、まあ増えているんでしょうかね、うん、で辺野古の方行ってみたんですけど海はやっぱりこうブロックがもう今積み上がってますんで、はい、なかなかこうちょっとかつての綺麗な海という景色ではなくなってしまってましたで、まあ、沖縄の人たちにウクライナのことも、ね、今ありましたけれども、はい、そういったことが今、起こってますんでやはり皆さん基地が身近にあるということで敏感になってらっしゃるんですね。で例えば沖縄でも石垣とか宮古とかか ちょっとミサイル基地ができたりもしていますので、うん、今回のこのウクライナでのロシアの軍事行動があって、まあ、やっぱり基地は、ね、ターゲットになってしまう、うん、ということがありますね、うんえー、どういうふうに考えていらっしゃるのかちょっとお話を聞いてみようということで、まあ、地域にお住まいの方とそれから、まあ、あの基地の前で座り込みをされている方それぞれお1人ずつお話を聞いてみました。 ウクライナのことととは本当になんか一言と思えないというかまた今度それをあの口実にしてあんなことがあるから軍備をやっぱりちゃんとやらんてかんて核を持たないといけないとか安倍さんが言ったりとかすすごく怖いですね大国に常に翻弄されてくるこの境目っていうかな境界にある地域っていうのは沖縄も一緒だし特に今もアメリカと日本と中国のこの狭間にある。 今どん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 あの軍備強化されてるじゃないですか宮古、えっと、とか八重山とかもう与那国奄美とかね馬毛島とかにもみんなまた新しく自衛隊基地が作られたりでミサイルが配備されたりして本当にもうどん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 基地化軍事化が進んでるっていうのがものすごくこう怖いなと思って。やっぱりねねクライナでも、ね、あのロシアは あの基地かからら攻撃しましまたよねだからやっぱり基地があるということは狙われるということでだから基地を引き受けるということはこの命を懸けたことを引き受けるということも条件になるのでねだからやっぱり沖縄で基地作られるということは有事の際には狙われるということがとてもリアルに感じられてウクライナで起こっていることが決して一言事じゃないという感じでねそしてウクライナとかはまだ地続きで逃げられるわね今のところね。 だけどじゃ沖縄で実際起きた時にどう逃げるのかっていうことをねちょっと想像しましたね、うんはい、だいぶやっぱり我々と温度感が違うと思うんですよ遠くてね。うん、あの基地が真っ先に狙われるとはそのもの通りなんですよね,、うんねまあ、今回、うん、あのウクライナですすごくそれを皆さん感じてらして、うん、でそれから工事なんですけれども辺野古ってこうあの 半島が海に突き出る形になっていてその南北を埋め立てようという話になっていてそれで V 字型の滑走路を作る軍港などを作るという計画なんですただ、計、ま、画、あ、何回も変わってますし、はい、まあどういったことになっているのかそのあたりの現状をですね辺野古の宿泊場で働く男性に話を聞いてみました地盤が緩いというのはオールアンの方なんですよねでこっち今やっているのは辺野古側の浅瀬なんですよだから埋め立てはもう簡単にできるわけねだからそこを埋め立ってるわけね。 うん、本来の最初の計画だったら大浦湾からやることになったんだけども、まあ、あの軟弱地盤が見つかったっていうことでね計画変更したわけですそれすらも計画の変更なんだから本来あの知事の許可が必要なんだけどもね辺野古側からスタートしたとだ辺野古川はもう埋め立てが簡単なんですよしかもあの軟弱地盤問題ないから,から問題はあの大浦湾なんですね、うん、9 0ルぐらいまで、ね、軟弱地盤があるということで。 もうズブズブズってこう沈んでっちゃうのよ、まあこのよこ基地の計画っていうのは何回も,何回も変わっているわけじゃないですか。で最初はその海,に海のもっと先の方に出すとか陸地に作るだとかっていうまあ2点3点3点4点ぐらいして今の計画案になったわけでね、はい。まあ、計画も変わっているしそれからまあその埋め立てが本当にできて本当に実現するのかというところに皆さん疑問符が大きくついているっていう ことなんですよねなのでやはり完成が不可能な基地を、ね、そういった工事を無駄に今続けていることになっているんじゃないかということでやっぱりおじいおばを中心に反対の人たちは例えばゲート前に座り込んだりこの日はゲート前30人ぐらいいらしたんですけどもそういうことも行ってて少しでも土砂の運び込みを遅らせようとかそういうことを皆さんされているわけですよねそれからやっぱりあのコロナですよね。 やっぱり集会をしたり、みんなで勉強会をしたり、はい、資料を共有したり、話し合いをしたりっていう場が今、すごく難しいですよね、うんうん、でそれがこの2年余り、そういう状況でとても大変だったと、自由に集まることができない、まあ、そういう座り込みとか、そういうこともやっぱりできなかったので、うん、でそしてオミクロンですよね、うん、あのキャンプ・ハンセンで米軍のお人から、 クラスターが発生して、それが広がったというふうに言われてます、見られてますよね、うそういうふうにね。で、そのあたりについて先ほどの男性に話を聞きました。キャンプハンセンに一気に100人近く感染者が出たっていう。まあまだその時はオミコンというあの名前もまだ言われてなかったんでけど、もうま感染者が米軍基地内に出たとクラスターが出たということで、その時からもう飛沫を元にね、あの感染者が米軍の中に増えていった。 あの時はちょうどね米軍のこのなんか入れ替えなんですよね米軍というのは空港であのもう何もないから何人入っても分かんないんですよねそっから来てるんじゃないかと沖縄の感染拡大っていうのはまさにそうだと思う確かにね PCR 検査もさ去年の9月頃で米兵やめたんですよそれまでやってたんだけどもだから陽性のね米兵が入っても誰も分かんないじゃないですかそんなのしかも日本来て。 ね、もないんだからさだから十分考えられますよね米兵由来だっちゅうのはかなり確実じゃないですか、うん、あの時は、ね、でも自由に彼らに出入りできるんだから、うん、でっの中に飲みに行くし、うん、でそこから、まあ、日本人がかかっても不思議ゃないし実際日本人の従業員がね基地内の従業員が何人か感染したし、うんうん、一気に広まりだね。はいまあ っていうんじゃなく直接、基地にこう入ってきてそこからまあ夜飲みに行ったりとかするっていうルートになりますからそれは皆さん機嫌が悪くなるしそこを疑いますよねまあ一方で1月にはですね名護市で市長選挙があって で自民、公明の推す基地、容認の候補が当選してるんですね、うん、得票率が57%でした、まあ、基地に反対の候補はここで敗れてるんですけれども、うん、2019年の2月に行われた基地の県民投票では、アメリカの基地にはですね72%が反対だったので、まあ、何か起こっているのかなというふうに感じたんですけれども、そのあたり、その名護市の市長選挙で敗れた候補は、ですねやっぱり基地反対だけでは勝てなかったと。他の政策 がちゃんと説明できていたかが心の残りですというふうに話していたんですね。結局その他の政策のために結局基地を受け入れて容認した方がま金銭的に経済的にまいいんじゃないかということになって てくるんですよね。いわゆる進行金と言いますか。やっぱり一緒やね。これはね。そうなんですよね。結局いつもそこがついて回ってくる。うん、そんな中沖縄の皆さんが今苦しんでいるのはやっぱり貧困の問題なんですよね。うん、まあ、どこも一緒だっていうのはコロナがあるんで、まあ、なかなかお仕事できない方、まあ、ね仕事を失っている方も大勢いらっしゃると思うんですけれども、非常に沖縄はさらに非常に厳しいことになっているということで、まあ、カフェを,を辺野古でされている方、それからあ座り込みをしている方にそのあたりの問題について 今沖縄県というのは日本でも一番貧困率の高い県であの特に若い人たちはもう毎日の生活でいっぱいいっぱい仕事と生活のことだけしか考えられないっていう状況なのでこの基地がとかあの戦争がとかそんな話を聞きに行くとかそんな余裕なんかないと思うんですね。だから若いいい子たちに考ええる時間を与えないっていうこの貧困 を沖縄にに押し付けていいいるのは日本政府なななんじゃかう思ます沖縄であのやっぱり日本全国の中で一番貧困の状態にあるからそして特にコロナの中で暮らしがね圧迫されてる困窮状態にある人がとても増えてると思うのね特に非正規も多いし産業もないしそして意図的にね意図的に私たちはねこの貧困が作られてる。 本当に、ね、沖縄のことを考えるなら、ね、産業を起こしたり国が、ね、援助すればいいけどそうじゃない逆に貧しいままで放っとくそして基地と引き換えのお金だけ与えるこんなやり方をしていて、ね、それが結局選挙の結果になると思うけどあれで辺野古を認め,認めたということでは決してないと思う。うんはい まあ、1996年に米軍人の,その少女の暴行事件があってから、まあ、この基地の返還の問題というのは一気に盛り上がったわけですけどもそれからもう25、6年経ってでここから12年かけて基地を作ってでそれがしかも代替基地って言ってたのに、うん、新基地かもしれない普天間返せないかもしれないとなると、うん、今まで一体何をしててこれからいったいいつそれがなくなるのかということを皆さん本当に真剣に悩んでらっしゃるんですね。うん、でこういうい、まあ、怒りもも感じながららら皆さんまあ暮ししてらっしゃるわけけですけれども、まあ あのその例えば新基地の建設だって言ってたこともやっぱり当時からそう言ってて、うん、本当にそうなのかとかっていうのもあったけど、うん、あ結局、そうだったんだなっていうことに、うん、なってきつつあるわけですよね<ー>、まあ、沖縄屈指の綺麗の綺麗な海のこの辺野古がやっぱこういうことになってしまっているという状況で、うんまあ、非常にショックを受けて帰ってきたんですけどねいい取材でした、うん、本当にありがとうまだ予定の立たない工事が続いていく辺野古ということででした、うん、10分で今を解説でした。 ここでロシア軍のウクライナ侵攻以外のニュースをお伝えしますキャスターの福本さんお願いしますお伝えします旧優生保護法の下で不妊手術を強制された人たちへの損害賠償を国に命じた全国初の判決を受け国側が上告しましたこの裁判は聴覚障害がある80代と70代の夫婦が旧優生保護法の下で不妊手術を強制され 子どもを持つ機会を奪われたなどとして、国に対し合わせて5500万円の損害賠償を求めたものです。先月22日、大阪高等裁判所は一審の大阪地裁の判断を覆し、国に2750万円の賠償を命じる全国初の判決を言い渡しました。原告らの代理人弁護士などによりますと、国側はこの判決を不服として、今日付けで上告したということです。 今日午後、兵庫県高砂市にある神戸製鋼所の工場で爆発が起き作業員1人が死亡し2人がけがをしましたきょう午後2時20分過ぎ兵庫県高砂市の神戸製鋼所高砂製作所で守衛から爆発が起きたけが人がいるようだと119番通報がありました警察などによりますと爆発が起きたのは工場内で鉄の粉を加工する設備とみられ 火事などは起きていないということですこの爆発で50代の男性が意識不明の状態で病院に搬送されましたが死亡が確認されましたまた2人が軽傷だということで警察が爆発が起きた原因を調べています河井克幸元法務大臣による選挙買収事件で現金を受け取ったとされながら不起訴となっていた 広島の地元議員ら三十四人について。検察当局が一転して近く起訴するとみられることが分かりました。三年前の参議院選挙をめぐって。河井元法務大臣から現金を受け取ったとして刑事告発されていた。広島の県議会議員や市議会議員ら百人について。東京地検特捜部は去年全員を不起訴としました。しかしこのうち三十五人について。 検察審査会が今年1月、起訴相当と議決しました。これを受けて再捜査をしていた特捜部は、1人を除く34人について広島で刑事手続きを進めるため、事件内容を広島地検に移送したことを告発人に通知しました。検察当局は近く34人のうち買収の趣旨を認めていた議員らの大半を略式起訴し、 否定している議員らについては、正式な裁判を求めて、在宅起訴するものとみられます。北京パラリンピックは今日、ノルディックスキークロスカントリー男子二十キロの。クラシカルの立って滑るクラスで。二十一歳の川除大輝選手が優勝し、金メダルを獲得しました。日本のクロスカントリーの第一人者である。日田義弘選手の後を継ぐホープとして、期待を集める川除選手は。 開会式で日本選手団の騎士を務めました。前回のぴょんちゃん大会に続く2回目の出場で初めての金メダル獲得です。7大会連続出場の日田選手は7位でした。一方、今大会2つの金メダルを手にしているアルペンスキーの村岡桃子選手は、今日は女子スーパー複合の座って滑るクラスに出場し、銀メダルを獲得しました。 さあ今日はウクライナや辺野古についてお届けしましたが、はい、矢野さんは現状をどうご覧になっていますか。あのこのウクロネウクライナ侵攻なんですけれども、えー、その中にね、あのこの無差別爆撃に心を痛める人たちがいるんですね。はい、ええー、76年前の大阪大空襲の体験者なんですが、うん、母と兄、妹。 弟の4人を一緒にして亡くした在日朝鮮人2世のチョン・マルソンさんに先日お話を伺いました現地の映像を見るのが辛いというふうにおっしゃっていました1トン爆弾や焼夷弾で遺体だらけの街を逃げ惑った恐怖が蘇ってきたともおっしゃっていました1一日も早く戦争が終わりますように私は祈るしかありませんと でこれまでご自身のつらい体験を児童たちに話してきたチョンさんなんですけれどもここれかららも戦争ははあっっっててならんとととですと訴え続けるとおししゃってました、うん、先日、堺で行われた反対集会反戦集会を取材したんですけれどもその中にも小さな声かもしれませんがいてもたってもいられませんでしたと言って参加された 空襲体験者の方もいらっしゃいました日本だけではなくロシアも含めて世界各国で戦争反対の声が今広がっていますこうした動きにクソの役にも立たないといった弁護士もいましたけれども私はこうした市民の声が戦争を止める力になると信じています 本当にこう一般の方々の血が流れていくというのが本当に心が痛みますよねさあそして最終回となったニュースなラジオですが福本アナウンサーは担当されていいかかがでしたかはい、あの私は10分で今を解説で例えばヤングケアラー問題や点字ブロックの問題など知っているようで意外に深くは知らない問題について取材することを大事にしてきました。 基本的なことを知ってもらうことでお一人お一人が意見を持つ前の誤解のない正しい情報をお伝えしていくことがとても大事だと考えたからです、うん、本当に今の社会というのは正しい情報から悪意を持って発信された誤った情報まで玉石混交ですよね、うん、これから私もですね正しい情報を一つでも多く発信できるように努めていきたいと思っております4年間ありがとうございましたありがとうございました アナウンサーはいかかがでした沖縄取材がラジオの報道の仕事のスタートでこの沖縄取材で終わると矢野さんも取材させていただいたのがスタートで矢野さんと一緒に終わるという感じでとても大きな一区切りだなというふうに個人的に思っています沖縄で取材させていただいたときに言われたのは今回のウクライナの話というとロシアはウクライナではないとどっちも悪いし解決は話し合いでやってほしいという方が非常に多いのでやはり、武器を。 供与するとか、うん、お金を送るのにも使い道よく考えてとか、うんまあ、そういうことを皆さんおっしゃるんですよね、うんまあ、そこまでの考えをあまり持たずに今回取材させていただく中でウクライナの話を聞いていたので、うん、非常に、うん、勉強になりました、やっぱりこういうことで一般の皆さんと話をさせていただく機会が非常に重要なので、まあ、今後どうやっていくかまたちょっと考えながら一区切りさせていただこうかなというふうに思いましたありがとうございま、はい、あの番組を担当した。 させてもらった当初はやっぱりこう背景だとか歴史というものをよく分かっていなくってあ分からないことだらけだという思いでいっぱいだったんです。まあただ番組を通じてリスナーの皆さんのこう鋭い質問だったり指摘、あとは自分自身で本を読んだり解説を聞く中でこうなんとなく世界の歴史だったり日本が抱えている問題という,ように気づくことができてそれで自分の考えっていうものを初めてこう持てるようになった気がします。 でそうなっていく中で今までは自分が何がしたいのかなと考えることが多かったんですけれども、うん、徐々に次の世代に少しでもいい社会を残せるために何ができるかなというふうに思うようよになりました北口さん、まだ若いのに <laughs> いやいやいやでも本当にあの私の本当に人生のターニングポイントになるようなこういう番組を担当させていただいて本当に感謝しております。リススナーのの皆皆さささんんんもももそしししてスタッフの皆さんも本当に矢野あありりががととううごござざいいままたた 今回133回目なんですがこれまでにたくさんのゲストの方に来ていただきました、はい、今日う3月7日は実は森友学園で公文書改ざんを強いられて自ら命をなくして自殺されてしまった赤木俊夫さんの命日なんですね、はい、2020年の12月に収録でしたけれども妻の雅子さんにインタビューをさせていただきましたどんどん人間が壊れていく その姿が耐えられなかっったというふうふにおっしゃってましたそしたそて、えー、亡くなったその日なんですけれども朝からメールを送ったけれども昼頃から返事がないということで駆けつけてその現場を見るんですけれども119番つまり救急車ではなくて110番をかけたんですねで私はなぜですかって言った殺されたと思ったから誰にって言ったら国ですというふうにおっしゃられました。 この問題というのはまだまだこの解決していないこれを絶対私たちは忘れてはいけないというふうに思います、えー、このこれまで、ね、4年間にわたって、えー、放送させていただきました「ニュースのラジオ」今日をもって最終回です本当にあに私たちこの4年間でリスナーの人たちに本当鍛えていただいたなというふうに思います えー、声なき声をこれからも、えー、汲み取ってあかんことはあかんと訴え続けていきたいと思います。